電面木博校は、青森県出身の元騎手、現長教授主。1983年3月に、騎士免許を取得して、美保、高松国を旧社からデビューし、同5日の中山第一競争アラブ系4歳300万、下、瀬戸駅院で、初騎乗を果たす。同19日の小倉第四競争4歳未勝利、光神殿で、初勝利を挙げ、 一年目にいきなり37勝をマークして最優秀新人賞を受賞。以降は高松旧社の主戦騎手と関東の中堅騎手に定着し、2000年まで18年連続2桁勝利を記録。二年目の1984年からは平地競争での騎乗に専念し、三年目の1985年には札幌記念力産パワーで重賞初勝利を飾る。 1986年の天皇賞では、ウィンザーノットで桜豊か王の2着に入り、兄弟子の柴田正人が騎乗する美保神山に先着した。後に田たズラは、力産パワーで重賞初勝利となった札幌記念を、騎手時代の一番記憶に残っているレース、GI で2着のウィンザーノットなどが思い出深いレースと振り返っている。 1988年と1991年にはフェアプレー賞を受賞し、1989年には自己最多の44勝を記録。1990年にはホワイトストーンに帰場して東京優秀で3着に入ったほか、1991年には京都で行われた三 k 大阪杯を制す。1992年の阪神3歳。 ヒンバステイクスでは4 0 0ラムに満たない9番人気の福平、末広女王を勝たせ、バレン12万馬券の片棒を担いだほか、自身唯一の GI 制覇を決める。デビュー戦は、積極的な競馬で発着に終わったが、2勝目を挙げた、自己条件では折り合い重視から最後方の競馬で後に、10勝4勝を挙げる和光地加工、あっさりかわした。客室転換によって、 能力を開花させた安城は、阪神3歳牝馬 S でも、同様の鬼足を引き出した。2000年には、大和カーリアンとのコンビで、札幌記念と富士ステークスを共に逃げ切ったが、この年を最後に、重傷勝利から遠ざかる。予備高校誌、タレントで、競馬ファンでも知られる、林治は、自身の冠番組、週末は、馬でしょ。で、札幌記念を取り上げた際に、 思い出す馬は、大和カーディアンと語った。伝面期については、柴田正と小野二郎の間に挟まれ、団子三兄弟の次男のようなところがあったと、振り返っている。2001年は9勝にとどまり、デビュー以来初めて一桁に終わる。その頃から徐々に、勝ち倉が減り始め、2002年からはフリーに転身。2003年には11勝を上げて盛り返したが、2004年以降は、 起乗回数が大幅に減少。2005年は未勝利に終わり、以降の勝ち倉は一桁で推移していた。2008年のダイヤモンドステークスブリッドレーンを最後に重賞での起乗がなくなり、2009年7月からは再び高松級車所属となっていたが、同級車解散に伴い2010年1月より再びフリーとなる。以降は主に 藤沢和夫厩社の主力場の調教を担当していたが、2011年6月5日の東京第5競争3歳500万下、エポアスが最後の勝利となった。9月17日の札幌第8競争3歳、以上500万下では13頭中11番人気のリトルドアを3着、12月25日の阪神第12、 競争2011ファイナルステークスでは18頭中17番人気のフライングアップルを2着に導いて波乱を演出。2012年11月24日の東京大に競争2歳未勝利、法事度法王が最後の起場となり、同30日付で現役を引退。引退後は杉浦博明9社の調教女子となり、ナックビーナスなどを担当している。 A.B.C.D. スポーツ放置、高松の宮記念今週の仕事人、田野も博子公助手、騎手生活30年の経験、イカシナックビーナスを、頂点へ関東の最年長騎手、田野も博子公騎手が、引退日刊スポーツ、富士テレビ、週末は、馬でしょ。2019年8月16日放送。ありがとうございます。